どうもこんにちは。配信を始めさせていただきます。どうもこんにちは、神吉です。今日はライブ 2D 講座の第3回、より読み込むためのイラストの準備となります。はい、ということで今回も挨拶をさせていただきます。ハッシュタグライブ 2D 週末講座、右下に書いてある文ですね、こちらで進捗や感想などつぶやいていただけたらと思います。音声とか大丈夫でしょうか？もし何かありましたらチャットの方に書き込んでいただけるとありがたいなと思います。ちょっとだけ、チャンネルの方確認してちゃんと配信されてるかどうか確認させてもらいますね。大丈夫そうですね。はい、じゃあ続けて やらせていただきます。はい、この講座についてです。この講座はバストアップモデルをゆっくり作ってみる講座となってます。全9回で約2ヶ月間かけて一つのモデルを完成させて いきますということで、今日3週間目で今日でイラスト完成させましょうという感じですね。では次で講座のサンプルファイルについてです。こちら今日も、第3回の方ブースに、置いてあります。でこちら無料の方とあと有償ということで、もし役に立ったなって思った人がいたらご購入いただける形にしています。で、どちらも内容は一緒ですので、お気になさらずに好きな方を、ダウンロードしていただければと思います。今日のステップです。読み込むためのイラストの準備、細かいパーツの切り分けと読み込み前の確認になります。今日はちょっと少ないので20分ちょっとぐらいで終わるかなっていう感じで構成をしてます。今日の内容、前回のおさらい、そして細かいパーツ分けの方法、それから読み込み前の準備、チェックポイントを、説明させていただきますね。前回のおさらいです。前回の内容は右のように、真ん中、耳と首の位置を真ん中として、それより前のパーツ分け、それから後ろのパーツ分けというふうに、前後関係を作るパーツ分けを基本的にやっていきました。それからパーツ分けをするため のクリップスタジオペイントのツールの使い方ですね、どういうふうに分けていけばいいのかっていうお話をさせていただきましたので、今回はちょっとどういうふうに使うかっていうところは省略させていただきます。わからない人は前の回、第2回を見ていただければと思います。でもしイラスト描けない人は第2回の方のねサンプルファイルをダウンロードして、でそちらで練習していただいても構いません。では今回の内容早速入っていきます。細かいパーツの切り分け方です。でまず、前後関係のあるパーツのさらに切り分ける方法を説明させていただきます。まず細かい部分を増やしていく方法、それから回り込むパーツは後ろから来て前に行くとか、前から来て後ろに行くとか、ちょっと細かくパーツ分けをしただけじゃ対応しきれないパーツ分けの仕方の方を説明させていただきます。まず細かい部分を増やすところですね。これは前回とそんなに内容自体は変わりません。前髪があって、さらに横髪も前のやつはついてたと思うんですけど、これを分けます。でこのパーツなんですけど、こう動かすとこの辺とかね、内側とか外側とか見えちゃったりするので、あとここにこうあるパーツなんですけど、前髪の横にあるパーツなんですけど、なるべく影の形も綺麗にして、この一つのパーツとして独立するように分けていった方がいいです。あと横髪だと左右になるので、右横髪、左横髪というふうに分けていきます。次、回り込むパーツ。これちょっと頭を悩ませるというか、未だに結構やってて、どうしようかなって思うことが多いパーツです。このイラストのリボン自体は後ろに回ってるのが正しいんですけど、例えば前に回したい、髪
髪の毛がこういうふうにくるっと前に来ているようにしたいっていう時にはですね、ここ他のパーツに干渉してないですよね、前後関係。で、前後関係が干渉してない部分を切って、で、前に来る部分は前に持ってきて、後ろに来る部分は後ろに持ってくるっていうふうにします。パーツ自体はこういうふうに分けて間をぼかします。で、キュビズム3はですね、グルー機能というのがあるので、パーツとパーツをですね、あまりバラバラにしなく編集できるような機能があるので、さらにこういうとこう前後に来るようなパーツとかは割と動かしやすくなったのではないかと思います。また後日のモデリングの時にそこを詳しい処理方法は説明させていただきます。で、具体的にどうするかというとですね、パーツありますよね。で、リボンの、パーツ分けしたところがあります。まずコピーをします。で、コピーをして手前に来る部分だけ切り抜きをします。体の前に持ってきてやった方がいいです。前に来るパーツを前に持ってきてやって、で、大体まあこのぐらいかな、この辺りで切り抜いてやります。ちょっと他のところ消えちゃいましたけど、まあ前に来るパーツこの辺で、レイヤーマスクを使って消しゴムはかけます。こうしておくと、まあこのパーツ結構前に来たりとかすると、一番前に来た場合でも、この前髪じゃないか、横髪と干渉せずに、横髪を消さずにここに一番前に存在することができます。で、もう一個、下の方のリボンですね。下の方のリボンは、まあ、重なっててもいいんですけど、あんまりなんか重なりすぎてると、たまに動かすのによって、ここの線が二重になったりとかしちゃったりすることがあるので、だいたいこの辺ですね。だいたいこのぐらいっていうところで切ってやって、ここは髪の後ろに回るので、後ろの部分、それから前の部分っていうふうに分けると、回り込むようなパーツの構成を作ることができます。結構これよく使う手です。特に髪の毛とかね、この体の前後の部分とか、こうひらひらしたものを描くときはよく使ったりするので、覚えておくと便利です。全体じゃなくて、この一部分だけ、重なってる一部分だけが切り抜かれてれば、一応上に出てるように見えるので、その辺も、例えばここの後ろの部分はギリギリまで取っておいて、ここだけこう重ねるというか、前に持ってくるように切り抜くとかっていう手も可能ではあります。といった感じで、細かいパーツ分けの説明2つ終わらせていただきます。次は細かいパーツの切り分け。あ、これごめんなさい。説明が、スライドの説明がちょっと違ってますけど、今度は表情関連のパーツですね。鼻とか白目とか目玉とか、まつげ、横まつげ、口。こちらを切り分けていきます。で、この切り分けが、ちょっと別のやつが出てるんですけど、ごめんなさいね。今日振り分ける最後のでできるのが、この目の開閉だったりとか、なんか消えてるな、ちょっとお待ちください。これ違う、こっちの方がいいかな。説明を再び始めさせていただきますと、まず目の開閉だったりとか、閉じた目を、これは笑顔にしたりとか、と、目をこういうふうにぐるぐる4方向に動かしたりとか、
眉を上下させたりと眉を左右に動かしたり、これはなんか、いいか、左右に動かしたり、角度をつけたりと眉を変形させたりとか、とこれこのちょっとモデルはごめんなさい、口の変形がないんですけど、口の変形を作ったりだとかするためのパーツ分けの仕方を説明させていただきます。まずは鼻と眉毛ですね。鼻と眉毛はそんなに難しく考えなくてもよくって、もう独立したパーツですよね。そのまま1枚のレイヤーにします。サンプルの方もこっちじゃなく、どれかな、ちょっとお時間が、鼻はこんな感じで1枚のレイヤーにしてあります。で、例えばこういうのではなく、ちょっと消して、こういう花描かれる人いますよね。で、こういうの描かれる人はこの上の野のところ鼻筋と下の鼻の影にあたる部分、こちら別々に書いておくと、例えば反対側に向かすときにこっちに向けて、でこれをこっちに向けるっていうことはできるんですけど、これをこう持っていくのっていうのは結構難しいので、この間で切っておくといいです。絵がちっちゃいけど、この折れ曲がったところ、これをですねうまく処理するのが大変難しいので、折れ曲がったところは上下別々に分けておいて別々に変形するという形にした方が綺麗にできます。正面の時も鼻まっすぐだってもこう2つに分けておいた方が動かしやすいです。次です。次は白目ですね。これよくこう学生さんとかでもね結構よくやっちゃってるんですけど、白目の影の部分、目を表示させますね。白目があって目玉があってまぶたがあるっていうような構成かなと思うんですけれども、ここか、これですね目玉の動きを作るときにこういう感じで目玉がちょっとはみ出てますけど動くので、結構この辺ぐらいまで白目を描いておかないと後で見えちゃうんですね。こっちを戻して見えてしまうので、目玉の下まできっちり描いておきます。この辺はまあなくてもいいっちゃいいですけど、まあ、全部描いておいた方がね綺麗に見えると思いますのでちゃんと描いておきます。次です。次は目玉の方ですね。目玉もこちらも一緒で目が動いた時に、よいしょ、例えば上に目が動くと下の方が見えたり、下に動くと上の方が見えたりします。なので目玉は必ず丸のような形、全部上と下書き足して書いておきます。でこの絵ハイライト分かれてると思うんですけれども、これねサンプルのどこだ、先ほどお見せしたこのイラストの目の開閉の時にこういうふうにハイライトも一緒に下げてるんですね。別に動きを紐付けて、でそうしないとどうなるかというと、ハイライトを選択してちょっと一回外してみますね。でこれで開閉の時にハイライト動かなくなりました。そうするとどうなるかというと、この半目の時まだ位置が下なんでいいんですけど、こ
このぐらい目が閉じた時にあんまりなんか綺麗じゃないというか、ここで大きいのが隠れちゃいますね。だから閉じた時に、あ、ごめんなさい、閉じた時に一緒に下がってくれると綺麗に作れるので、ハイライトもなるべく分けておいた方がいいです。どうしてもちょっとそこまでやれない、難しいという場合は、目玉と一緒にしておいても構いません。はい、次はまつげですね。ここ重要なポイントというか、結構皆さん悩まれる部分じゃないかなと思います。まずは上まつげと下まつげに分けましょう。別々に動きますんでね。で、変形するときに上と下別々に動かして、なるべくなんか開閉のときはあんまり下まつげとか動かしたりとかせずに、笑顔を作るときだけに動かすような感じになりますので分けておきます。で、影、これこのパーツは影ついてないんですけど、影を別々に分けておいた方が形の調整はしやすいです。このイラストは影分けてるのかな、分けてますかね、どうだろうね上まつげ影、あ、分けてますね。この目玉じゃない、上まつげの開閉のベースを作った後で、まぶたの影の開閉を作ってやった方がいいので、ちょっとなんかこれぐちゃぐちゃであんまり綺麗じゃないんですけど、別々に作った方がやりやすいです。で、次にまつげ、ここの横のまつげ、先ほど鼻で説明したこのくの字にちょっとなっちゃってる状態から、ここから綺麗に変形させるのってすごく難しいんですよ。なので目の基本ラインに沿って切って、笑顔っぽいような感じのまつげの形にします。これだとこっちで見せた方がいいかな。この目だと今このサンプルのがまぶた横消してる状態ですね。他のところも消して、このまつげ1本だけで独立するような形で、もっと細かく変形するときは、もっと細かく変形したいっていうときは、こことここも分けます。この絵だとそこまで必要ないかなと思うので、ここも一緒にしてます。で、さらにまつげの横ですけど、このまつげの横のところ、このまぶたのとこでバチって切っちゃうと、拡大したら分かると思うんですけど、ここピッピッってちょっと影ができちゃうというか、透明部分ができてしまうんですね。で、変形した時にもここでこうバキってなっちゃうので、なるべくここをちょっと薄くした方が分かりやすいかな、こっちじゃない、重ねた状態、ちょっとこれゴミが残ってますねごめんなさい、なんか雑な感じになっちゃってる。ここは消して、消して、こんな感じでちょっと重なってる方が綺麗に変形しやすいです。ここからさらに目を見開くときはここ伸びたりとかしますのでね、ちょっと重なるように作っておきます。はい、もう一つ顔のパーツ分けで難しいところ、口ですね。口がね、これなかなかね、私もこうあんまうまくなくてですね、どういう風にしたらいいのかなっていうのがありますけど、基本的に形が作りやすいのは笑顔よりもこうまっすぐの口からこう丸い口にしたりとか、笑顔口にしたりとかするときするようにした方が一番いいのかなっていう感じがあります。まあ元のベースの絵が笑顔だったので、笑顔口で上唇と下唇作ってます。で、閉じた状態から広げた方が、広げた状態から閉じた口作るよりも綺麗に形ができるんじゃないかなっていうふうに私は個人的には思います。まあ、個人のこのなんていうんですかね、好み的なものもあるかもしれません。で、このマスク部分ですね、この
口の中身をですね、書いておいて、でそうすると口の線だけだと口の中身こう重なって見えちゃうので、ちょっとこっちに戻って、口どこだ、あ、あったあった、よいしょ、口がレイヤーこんな感じになってます。マスクも別のレイヤーにしてあるんですけど、口をこう上唇と下唇重ねた状態で下に口の中身を描きます。ちょっとまあ当然ですけど口の中身見えちゃいますよね。これ隠しておく方法っていうのが、今一番いいのはやっぱりこういうふうにマスクというか隠す部分の肌色を作ってやって、でそれで口の中身を隠してやる、で口の線と一緒に変形させてこう隠す範囲を調節するというやり方が、メジャーです。なんか口の中身クリッピングしといたらいいんじゃないっていうのもありますけど、それちょっとやりづらいなっていうのがあるのと、またもう一個レイヤー増やさないといけないっていうのがね、難しいなって思うので、これが一番やりやすい方法じゃないかなと思います。で、マスクの重ね方ですけど、こういうふうに噛み合わせをするようにして、上唇と下唇作っていきます。あんまギリギリにしてこうギリギリぴったりにしてしまうと、この、形の作り方によっては横側から口のこの端っこが見えちゃったりとかすることがあるので、こういうふうに噛み合わせて重ね合わせることができるようにしておきます。もう一個ですね、結構学生さんによく質問されるんですけど、じゃあどこで切り分けたらいいの、どこで上唇と下唇分けたらいいのっていうふうに言われることがよくあるんですけど、口の分けるところは基本的に口角です。口の角ですね、口開いた時にこう上唇と下唇どっち側についてくるかっていうところなんですけど、笑顔だとこの上に平らの線があって、下の曲がる線があって、その角のところです。で丸い口だとこのちょうど真ん中ですね、一番こう下がっていって R が反転する、角度というか、こうこのラインがこう曲がってるところがこう切り替わるっていうところの頂点のところをポイントにします。で、ここ以外で切ると動かしにくくなります。ちょっとその見本のモデルを作ってみました。自動割り結構なんかガタガタにしてるというか、あえてこうそのままにしてるんですけど、こっちが口角以外の場所で分けているものです。見ていただく通り、どういう風にこうポリゴン割っていくのかっていうのも結構微妙だと思います。でこっちが、上の唇の線を口角で分けたところです。これをしておくと、あと下唇はこう半円状にするような感じですね。でこれを、閉じるにしてみます。閉じる形に、まあまっすぐな形にしようとすると、こっちの上の形はまっすぐにしやすいですよね。で、こっちの形、私のなんか変形もちょっとさっきささっと作ったんで、あれなんですけど、もうちょっとまあなんとかなるっちゃなるんですけど、ここら辺どうしようも本当ないです。どうしてもガッタガタになっちゃいます。これをちゃんと口の形にして閉じようとすると、こっち側にこういう風に持ってくにしてもポリゴンが重なってぐちゃぐちゃになって、でポリゴン重なってるところはゲームに読み込んだりとかすると、ここがこうポリゴンが反転したりとかして、なんかこの辺表示されないぞっていうことになったりするので、まずいけませんので、これをポリゴン重ならないようにこうくっつけるって言っても、もっとそれもどうにもなりませんので、必ずこのまっすぐな線、なるべくこのガクッとなる線で編集してるところは、こういう角ができるような形にはなるべくしないようにしておきます。はい、以上がパーツ分けの説明でした。ちょっと駆け足で進
んでいってしまいましたけど、また録画残しておきますので、録画見ながら一つずつパーツを分けていってください。この顔までのパーツ分けが終わりましたら、もう読み込みができる状態になっています。で、サンプルでお配りしているこちらの読み込み前のファイルの状態、こういうふうに分かれていますので、まずこの読み込み前のファイルの作り方の話を次にしていきます。ライブ 2D で読み込める画像ファイルにはちょっと縛りがあるというか、ルールを守って作る必要があります。こちらは注意して作成していきましょう。まず、RGB モードで保存された PNG と PSD とクリッピングマスクは統合しておく。で、最終的に表示させたいパーツ単位で統合しておく。それから画像サイズを大きくしすぎないということで、ちょっと説明をしていきます。まず、RGB モードで保存された PNG と PSD ですね。これは使用上というか、普通そうなんですけど、CMYK とかね、特にイラレとかで書いてて、イラストレーターとかで書いてて、書き出しするときに CMYK がデフォルトになってるので、読み込めないよということがよくありますので、気をつけてください。あと、クリップスタジオでも PSD 書き出し設定で表現色いろいろあるので、間違ったのを選んでると、やっぱりこれも読み込めませんので、RGB カラーになっているかどうか確認をして、OK を押して書き出しをしてください。他にもグレースケールでもダメで、ニッチでももちろんダメですので、気をつけてください。次に、クリッピングマスクは統合するですね。前の 2.1 はなんか今日この画像を作ってて発見したんですけど、マスクも 2.1 ダメだったんですけど、3.0 からなんかマスクも OK になってて、これなんかビシッとしたニッチっぽい線ですけど、一応半透明のマスクもなんか普通に読み込めてました。すごいって思って便利って思ったんですけど、だからレイヤーマスクの方はそのまんまで OK で、でクリッピングマスクはこれをクリッピングマスクしてる画像なんですけどね、四角のベースに読み込むと、もうクリッピングマスク使われずにこのまま丸の形が読み込まれちゃいますので、こういう形、クリッピングマスクを適用した形で読み込みたい場合は、こちらのクリッピングマスクとベースの方を統合しておきます。で、マスクも読み込めるようになったんですけど、どうしても思い通りにならない、意図した通りの感じにマスクがならないっていう場合には、もう PSD の方で統合しておいて、データの段階で適用しておいて読み込むようにするといいかなと思います。最終的に表示させたいパーツ単位で統合するですね。これレイヤーフォルダーが読み込めるようになって、で、その下は統合されずにですね、もうこのままこういう感じの左目玉があって、目玉の線があって、ハイライト上山塗りっていう感じで、これ読み込むと全部バラバラで読み込まれてしまいますので、必ず読み込みたいパーツごとに全部塗りも線も統合して一つのレイヤーにしておきます。で、3.0 から仕様が変わっ、いろいろレイヤーの読み込みの仕様が変わって、1枚のレイヤーにつき1個のオブジェクトが生成されるようになりました。で、それなので、前の 2.1 とかみたいに、離れた左と右の目玉とか作っておいて、それが自動的に左と右というか、名前はつかないですけど、目玉が2つ読み込まれるっていうのがなくなっても、目玉のレイヤー1枚で読み込まれて、両方で読み込まれちゃうようになったので、左と右、こちらはレイヤーを分けておきます。ちょっと大変ですけどね、その辺頑張ってちょっとやっておいた方が、後から大変じゃなくていいです。後々パーツ増やすっていうこともできるっちゃできるんですけど、レイヤーの段階で作っておいた方がいいです。次、画像サイズを大きくしすぎない。これも、結構重要なことというか、大きかったら綺麗に
表示されるんですけど、あんま大きすぎると、まあ、動作カクカクになってアニメーションもなかなか作れないっていうような感じになっちゃうので、高さ2000ピクセル程度にします。で、それでもやっぱりちょっと動きづらいな、重たいなっていうことがあるので、そういう時は1000ピクセル程度に収めるのがいいかと思います。以上でパーツ分けが完成しました。で、次回はライブ 2D キュビズムの方にですね、読み込んで動きを作っていきます。で、その前にちょっとだけ、これは消して、こっちも消して、で、今まで作ったやつをですね、レイヤーテンプレート機能を使ってちょっといじってみるというか どういう風になるのかなっていうのをやってみようかなと思います。こういう感じで、今 PSD をドラッグアンドドロップして読み込んだんですけど、もうリアホルダーもそのままで出てます。どうなるかな。テンプレートを適用とします。で、この女の子なので、まあ、イプシロンちゃんにします。あ、ちょっと2画面なのでおかしいこと表示されてなかった。テンプレートを適用で、テンプレートモデル選択っていうのができますので、イプシロンちゃん選んで読み込みます。で、読み込むとテンプレート編集画面になります。まずキャラクターのサイズを拡大して、合わせてみます。こんな感じかな こんな感じかな。で、ここから首が、ちょっと調整が時間かかるかなと思うんですけども、この辺余分なので、話半分に聞いていただければと思います。まあ、結構こだわっちゃうんですよね。で、頭の顔の位置を調整して、頭の長さを調整します。これ顔のサイズをでっかくして、こんな感じでいいのかな。なんかね、ビカビカしてるとやりづらい。長さは一番下で、よいしょ、まあ、この粉かっちりぴったり合うわけではないので、なるべくというような感じになるんですけど、目のサイズを合わせてやって、目の位置も合わせてやります。こんな感じかな。眉毛の位置も合わせて、で、鼻の位置上にして、口のサイズをちょっと縮小する感じかな。これで大体合いましたかね。これで合わせた後にテンプレートを適用をします。そうすると、こういう感じで、割とうまくいってるのかな？どうかな？ この目がなんか変な、違うのに認識されてますね。あ、目のまつげが今白目になってるので、こっちのモデルのこのまぶた選択してやって、で、選択要素を多様付けっていうふうに押してやります。あ、するといい感じになりましたね。顔とか、顔が後ろ髪に適用されちゃってるので、顔は顔に直します。目ちょっとマスク作ってないので、ここどうしようもないので、また後で直したりとかしますけど、まあまあ、なんか結構合う感じで動いてくれてますね、こういう感じで。なので、パーツごとちゃんと作っておいたら、結構テンプレートでもモデル作れます。口もちゃんと動いてますね。ということで、OK を押して、はい、ポーズのサンプルを動かしてみました。ね、結構、いい線までいけますね。ただ、まあ、やっぱり最初は基礎ができてないと、
どのパーツをですね、例えばこの目のところを、目の開閉をですね、どういうふうにするかとか、あとここの目の処理どういうふうにするのとかっていうのは、やっぱ触ってないとわからない部分はどうしてもありますので、その辺また来週から の動きを作っていくところで、詳しくやっていきましょう。ということで、今日ちょっと、なんか20分ぐらいで終わると言いながら結構話し込んでしまいましたけど、これで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバーイ。